大日本帝国海軍は1872年から1945年まで存在した海軍組織です。公海海戦や日本海海戦で大勝利を挙げ、日本の富国強兵に多大な貢献をしました。強いイメージの帝国海軍ですが、最初から強かったわけではありません。そこで今回は帝国海軍がどうして強くなったのかを解説してみます。帝国海軍の前身は幕末の神戸海軍操練所まで遡ります。設立者は幕臣の勝海舟で、日本海軍の父、と言われています。海軍操練所は幕末の政変の中で閉鎖されますが、ここを卒業した人材が、明治維新後の帝国海軍を生み出していくことになりました。明治維新直後、新政府軍には陸軍と海軍を分ける発想がなく、兵部省の中に統合されていました。しかし、これでは都合が悪いので明治5年に兵部省を解体して陸軍省と海軍省が発足します。ようやく独立した海軍省ですがお金がかかる海軍は後回しにされ、陸軍予算が先に通る状態が続きます。海軍省が発足した当時、海軍の船舶は軍艦14隻に輸送船3隻の17隻でした。数字だけ見るとまずまずですが、ほとんどが木造船であり、艦に装甲を施していたのは、日本最初の鋼鉄艦あずまと熊本藩が購入した友情の2隻でした。海軍の立場が弱いのは戊辰戦争が陸戦に終始し函館戦争以外で艦隊戦がなかったこともあります。このため、海軍は補給と輸送だけすればいいという風潮が主流で陸軍をサポートする海軍の立場が長年続くことになりました。ずっと日陰の存在だった海軍が注目を浴びるのは明治7年の台湾出兵でした。台湾出兵は明治4年に琉球の遭難漁民が台湾先住民に多数殺害された事件を口実に明治政府が台湾に出兵した事件です。この時、海軍は陸軍中将西郷嗣道率いる遠征軍を、日進、猛春、などの軍艦で護衛し台湾に無事に上陸させ3ヶ月で用地を占領したのです。清の軍隊が台湾に渡る前に日本軍が台湾を占拠したことで外交交渉は日本の有利で進み、清朝政府は日本に賠償金を支払いました。西郷嗣道は台湾出兵を通じて、海軍の整備充実が急務と痛感。海軍大夫の河村住吉と共に、海軍力の拡張を主張し、明治8年、金剛、比叡、扶桑の軍艦3隻の発注要求が海軍予算として通り、明治11年には竣工しました。台湾出兵を契機に存在感を増してきた帝国海軍ですが、未だ陸軍の強い影響下にあり、独立した作戦も立てられず組織面でも技術面でも、まだまだ発展途上の段階でした。このような、発展途上の帝国海軍を西洋列強の海軍に匹敵する存在に高めたのが薩摩藩出身の山本権兵衛でした。山本は若い頃、西郷隆盛の紹介で勝海舟に出会い、島国の日本を強くするには海軍を起こさないといけないと徳海舟の言葉に感銘を受け海軍軍人になった人物です。勝海舟が帝国海軍の生みの親なら、山本権兵衛は育ての親でした。山本の存在なくして、帝国海軍の強化はありえなかったのです。山本は順調に昇進し、海軍次官の樺山助則の欧米視察に1年間随行。西洋の海軍に比較して帝国海軍が遅れていることを痛感します。明治24年、海軍省官房主事に任命された山本は海軍の存在意義を認めさせるために、海上権という新しい概念を陸軍首脳に説明します。海上権は今でいう制海権のことで、1890年にアメリカ海軍大佐、アルフレッド・マハンが提唱した最新の概念でした。山本は海上権を援用しつつ、日本は島国であり陸軍が渡海するには海軍の力を借りねばならない。それは補給や兵員輸送ばかりではなく軍港を守り、電信を整備し輸送船を護衛し、敵艦隊を迎撃するなど海軍の任務は非常に多い。
海軍力強化は陸軍のためにも必要不可欠である、と説きます。陸軍首脳は内陸国であるドイツに学んでいて海には疎いので、海上圏という考え方に度肝を抜かれ、日清戦争において陸海軍の役割分担がスムーズに進んだと言われています。山本は次に陸軍参謀本部から海軍軍令部の独立を訴えます。海軍にも作戦指揮を担当する軍令部があり、背広組である軍政部と区別されてはいましたが陸軍参謀本部の中に位置づけされ独立していませんでした。海軍は、極めて技術的専門性が高いので、海戦のノウハウを持たない陸軍が作戦の最終決定権を握っているというのは海軍には極めて不都合だったのです。山本は常日頃から、海軍軍令部の陸軍参謀本部からの独立を訴え続け、ようやく日露戦争直前、明治36年、平時でも戦時でも海軍軍令部が独立して、作戦を決定する権利を認めさせることに成功します。こうして、持ち前の押しの強さで海軍の地位向上に努めた山本ですが、最大の功績は日清戦争直前、海軍の人事刷新を名目とした大幅リストラでした。山本は軍務局長時代、将官8名、伊佐官89名を予備役に編入する大リストラを敢行、現役軍令部長中村蔵之介さえリストラを免れませんでした。山本は一切市場を挟まず、能力だけで人材を選んだので個人としても多くの敵を作り人事の発表後、軍務局長室は連日怒号と罵声に包まれたと言われています。当時の新聞は、この大リストラを権米大臣の独断選考、薩摩出身以外を狙い撃ち、海軍大臣は何をしていると一斉に書き立てました。海軍の弱体化を心配した重鎮、山形有朋や井上薫も、海軍大臣西郷継道に説明を求めますが西郷は、責任はすべて自分が取る、として山本を決して矢面に立てずに守り続けました。この時、山本にリストラされたメンバーには、中牟田以外にも田中綱常大佐、鏡光方大佐、町田実孝大佐などがいます。ただ、誤解の内容に補足すると山本はこれら97名を海軍から放り出したのではなく、予備役に編入して待機状態にしたということです。予備役とは、欠員が出ればいつでも召集されて現役復帰できる状態であり、実際に日清戦争が起きて海軍が人手不足になると、予備役に回された人々も現役復帰しています。しかし、ここで疑問が湧いてきます。どうして山本は個人的な恨みを受けてまで大リストラを敢行したのでしょうか？その理由は、当時、続々と誕生していた海軍兵学校出身者を要職ポストにつけるためでした。当時、海軍技術は日進月歩で進んでいて、維新の功績で海軍に入った軍人と兵学校出身者では最新技術や戦術について大きな知識の差が存在したのです。山本は海軍を専門家の手によって運営するべきであると決意しリストラを断行。帝国海軍は最新の海軍知識を持つ専門家集団に運営される組織に生まれ変わったのです。今回は帝国海軍がどのように強くなったのかについて解説してみました。もともとは陸軍の兵員や物資を輸送する運び屋程度の存在だった帝国海軍ですが、台湾出兵の迅速な兵員輸送で存在感を強め、山本権兵衛が大改革を進めるに従い、維新の古強者が淘汰されて海軍兵学校出身の専門家が大量に登用され、西洋列強の海軍に匹敵する組織になったのです。